はい、こんばんは。はい、こんばんは。ということで、はい、ストシックス、ストシックスやりました。はい、青しおりさん、ありがとうございます。少しですけど、昨日、え、それはそのチョコさんが、あのゆっちょさん、ゆっちょさんはゆっちょさんでやってたし、チョコさんもチョコさんでやってた。いや、もうやっぱブランカはもう新しいことを多分覚えられないから今からそのモダンに帰ろうとか、パッドでブランカやれって言われても、もうあの染みついた10年とかの、おお、サバ読むな、お前10年どころじゃねえだろ、みたいなこびりついてるから、なんかそのもう何、感覚で染みついたものを変えられないのよ、簡単に。私はね、あの、あなたいろんなキャラ、いやそういうの私無理だから。俺の方がもう35年染みついてるから。いや、言うてでもさ、いろんなキャラ使えるじゃん。私は格ゲーをやってきたっていうよりはブランカをやってきただけだから。はい、黒木さん、ありがとうございます。せっかくなんかむつまじくさ、ストシックスしよう、ストシックスしようと思ってるのにさ、なんでそんな喧嘩腰なん。いやそんなことないです。何、いきなり何喧嘩したいの。すぐ切れる、ゴタクッチョ。嬉しいんやな、一緒にやれるのは。だからいきなり喧嘩するみたいな。はい、ホディーノさん、ありがとうございます。100素直じゃないね。アベルさん、ありがとうございます。サブスク、あ、というかエクストラバトルも対戦できる。そんなスリッ、あ、闘牛のみ、闘牛1本ウェイダウンさせる。キャラちっちゃくね、なんかちっちゃいな。切れそう、うん、牛もダウンさせられる。うわ、そうだ、5階段負ける。これでもキャラ差ありそうだな、キャラ差というかキャラランクルールによって絶対あるな。もうずるくね、ずるずるずる、もうないぞ。これずるくない。キレス、お、あ、そうか、モダンか。そうや、もうこいつなんか体育出るって思ったらそれ、どっちどっち、あっ、危ない、飛んでくるやつがあるか。ダウンさせちゃダメなルールで。全く意味ない、これ。これでもこんなにやって1個そあやばい、やばい、やばい、なんで飛んでくる。いや、だからこれはやっぱライト層をすごい見てるのはやっぱりすごいよ。ワールドツアーもそうだしさ、わちゃわちゃ、ただただマジ相手の体力を減らせって、もう息苦しすぎるから。硬派な牛、牛を跳ね返す。もう読み合い回ってるから、読み合い回していくよ。出んかった。で、後ろ、どうなった。しかもダウンを俺拒否した。これすげえ。ちょっと俺のスタン返して。あ、俺のスタン殴らったぞ。
来い。試合がすごい。どうだったんか分からない。あ、いい。いい選択肢。結構ね、こういう、なんか、アグレッシブな行動が、結構強いから。すぐ見えなくなる。なんか、この辺のラッシュをね、うまく使うセンス。あー、寄りすぎた。今、プラ9。あ、これかかん。やべ、負ける。ちょっと待って。あー、熱い。あ、何もできてないやつに。こかされた。台足押したいんやけど、違うのが出る。じゃ、モダンないの、これ。でもなんか、こういうのからちょっと慣れていくのは、間口としてはいい。台足。操作がね、まず、慣れる。あー、嘘や。切れそうなんだけどマジで。おい、演出だろ。それは演出じゃない。今のやると精神に反してる。いいな、いろんな遊び方、うん、できるね。ほら、この角度どう？どうって言われてもこんな鼻高くないしな。前から見たらやばいな。やば、肩幅おかしくない？いやでも槍投げてた。こんな肩幅広くないし。でも槍投げてたから腕の太さは結構いい感じ。ああ、そうね、二の腕とかすごいか。肩おかしい。体幹どっしりしすぎやろ、めっちゃ食いそうやな。足がな、もうちょい、こんな筋肉質じゃないんだよな、別に。あ、だから全部いや、そうそうそうなんよ。だからもうちょい微調整は必要なの。いや、まだ6月、じゃ6月まであるから、まあ時間はある。いくらでもまだ手がなんかバランスは手悪い、手長いっしょ。怖いな。じゃ一応違う、誘われたんよ、あのリーチ長いと、あ、パラメーターでリーチが伸びるぞって言われたからちょっと長くしちゃったんだけど、全然、いやだ、そこは寄せるよ。長いんだけど、その全然寄せるよ。あれよね、なんか逆三角みたいに細くなっていってるよ。なんか肘で細くないの変だね。なんか私っていうか、どっちかっていうとお母さんじゃない？いや、もうある種に似てるってこと。お母さん鼻高いしさ、なんかこう、確かにあのくっきりしてるんよ、あの私たちやって彫りがあるし、なんかお母さんに、お母さんに似てる。それ怒られない、大丈夫。お母さんエラ張ってないし。確かにお母さんに似てる。え、でもなんか年々お母さんに似てきよる。だからこれ10年後ぐらいに再評価されるんだ。スト6が煮詰まってきたぐらいにこれも私こうなる、評価される。やばいな、めっちゃ太る。まあなんか基礎代謝も落ちてくるしな、そろそろ。眉毛すごいな。小太郎作りやすそうでしょ。眉毛あるか、小太郎眉毛あったか。今戻ってきたらイチャイチャしてるけど、今どういう感じなんですか。こういう感じです。あ、食べる。いやでもな、ベータ版のユッチョもちょっと恋しいよね。あっちもあっちでちょっと寂しさもありつつ、あっちのファンもいっぱいいるから。